アングロサクソン人は5世紀頃、現在のドイツ北岸からグレートブリテン島南部に侵入してきたアングル人、ジュート人、サクソン人のゲルマン系の3つの部族の総称である。この中でアングル人がイングランド人としてイングランドの基礎を築いたため、現在も英米などの英語圏白人をアングロサクソン人と呼ぶ。このようにドイツ起源の民族であるが、 現在のドイツ圏の国民をアングロサクソン人と呼ぶことは原則ない。ただし、ザクセン王国は20世紀初頭までドイツ帝国内に存続しており、現在も襲名などに残っているため、ドイツの地域住民としてのザクセン人という名称は今も用いられる。409年にローマ帝国がブリタニアを放棄した後、現在のデンマーク、 北部ドイツ周辺にいたゲルマン人がグレートブリテン島に渡ってきた。彼らは先住のケルト系ブリトン人を支配し、ケルト文化を駆逐した。これが英国における最初のアングロサクソン人である。彼らの言葉が英語の基礎となった。彼らはイングランドの各地に小王国を築いていった。7世紀頃にはイングランドは7つの王国にまとまっていったが、 9世紀初めには、ウェセックス王、エグバートの下で、サクソン人のウェセックス王国が兄弟となって、イングランド全域を支配した。それ以降、一時期は、デーン人に支配され、デンマーク王の下にあった。アングロサクソン人はその後また、イングランドを支配した。これは1066年、ギオーム2世による、ノルマイコンクエストまで続いた。アングロサクソンとは、 アングリアのサクソン人という意味である。アングリアは、もともとは、アングル人の土地という意味であったが、カトリック教会がこの地域を表す言葉として使用したため、後に、サクソン人もこれを自称するようになり、地域名として定着した。西暦400年代のユトランド半島から、ブリテン諸島への移住。ジュッツ、ジュート人、アングルズ、アングル人、サクソンズ、 サクソン人英語を国語、公用語とする白人主流派の先進国であるイギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどをアングロサクソン諸国と呼ぶ。アングロサクソン人は現在のイギリス人の根幹をなす民族であり、肉体的特徴は長身で肌が白く青い目と金髪を持っていることである。しかし、言語がアングロサクソン人に由来しているだけで、 歴史的なアングロサクソン人と現代のアングロサクソン諸国には血統的な関係が薄い。アングロサクソン人の古地とみなされるイングランドでさえ、ユトランド半島やスカンディナビア半島などのバルト海、沿岸地域にルーツを持つ、デーン人やノルマン人、グレートブリテン島の原住民である、ブリトン人などの多様な民族が入り混じって形成された国家である。 当のアングロサクソン諸国では一般にあまり用いられておらず、自分たちがアングロサクソン人であるという意識も乏しい。なお、イングランドに先立つこちであるドイツでは、アングル人という呼び方は現在ほとんど行われておらず、サクソン人という呼び方は残っているものの、少なくともアングロサクソンとつなげて呼んだ場合、ドイツ人とは別個の集団と考えるのが通常であり、 ほぼ五元発祥の地というにとどまる。主に大陸、ヨーロッパや日本で用いられることが多い。アングロサクソン諸国は独特の経済や社会を形成しており、古くから研究の対象となってきた。また、グローバル資本主義の進展とその反発により、アングロサクソン諸国を特殊な国々と規定するために、様々な比較交渉が行われてきた。以下は、 その代表的なものである。法体系における古文老正当性におけるに、大正当性アーレンド・レイプハルトの研究による、多数決型民主主義レギュラシー音楽派における、市場ベース型資本主義福祉レジーム論における、自由主義型福祉国家論イギリス経験論とそれを元にしたプラグマティズム。ありがとうございます。